ゆりかもめ。ということで、今日はね、朝から天気も良くて、で気温もそんなにね低くなくて過ごしやすい感じで、僕もね今日はちょっともう昼の段階からいろいろとね、やっぱりね年が暮れてくると普段以上に打ち合わせとかっていうのも多くなるんでね、何件かちょっと回んなきゃいけないんで、今日も相変わらずちゃんとした動画っていうのは撮れそうにないんですよね。でやっぱり毎日更新はねちょっとね厳しくなってるんですけど、それでもやっぱり2日に1回はね動画更新したいなと思ってて、で昨日ね撮れなかったんで今日はねなんとかして撮りたいんですけれども、でまあねここのところもうオズのポケット3ね、あれはねもう僕のカバンの中にねしまわれているっていう風な感じで、まあ、いつでもね取り出せるようにはなってるんですけれども、やっぱりこういった朝の散歩はねアクションカメラね、やっぱりこれがね便利なんですよね。やっぱり扱いがね簡単だし、何よりもねすぐにね取り出して撮影できるっていう良さがあるんで、であとねこの季節になるとやっぱり手袋をするようになるんで、そうするとねオズのポケット3ね扱いっていうのがね結構難しくなっちゃうんですよね。怖いんですよね、落ちそうでね、まあ、そういうこともあってやっぱりこういったバタバタした朝はねアクションカメラの方がこうだいぶ使いやすいって感じで、結局はねいろんなやつ試してもねここに戻ってくるって感じなんですよね。やっぱり手軽さではねスマートフォンであったりだとかジンバルカメラなんかと比較してもねアクションカメラがやっぱり圧倒的にね使いやすいんでね、これがねやっぱりアクションカメラの一番いいところのような気がしますね。というわけで今日もねちょっとどういう動画が撮れるのか分かんないんですけれども、それでもなんかねネタ引っ張ってきて動画1本作ってみようと思います。はい、どうもこんにちは、むかべです。ということで今日もねこれといったね動画のネタっていうのはないんですけれども、それでもねちょっと昨日もね作れなかったんで、今日はね1本動画作っていこうということで、まあ、雑談なんですけれどもね。でまずね個人的に嬉しい出来事として、昨日今日と円がですねだいぶ動いておりまして、いわゆるこう円高傾向っていうところになってきて、これまあ結構こう待望と言いましょうかね、ここのところも150円ぐらいでこうずっと続いていたのが徐々にこう140円台後半ぐらいになってきて、昨日今日と一気にね今143円台の後半、約144円っていうところなんで、まあ、このまま年内にでも30円台に入ってもらって、来年あたりにね120円台ぐらいに復帰するってことになると、だいぶまあありがたいと言いましょうか。っていうのもやっぱりこう150円台だとね、まあ、海外通販っていうのがねやろうって気にもならないわけですよ。以前は結構ね B&H であったりだとか、あとまあねクラウドファンディングのねキックスターターとかインディーゴーゴーとかっていうのを結構チェックしていたんですけれども、さすがにでも150円台になるとその辺ね見ようっていう気にもならなかったんです。まあ、120円130円になってくれればね、まあ、この辺もまあ選択肢に入ってくるんでね、まあ、なのでこうなるべくね元のね円の強さっていうのに戻っていただきたいなと。で考えてみれば同じように、ね、1998年ね時もこう140円台ぐらいの円安だったのが一気に120円台ぐらいまでね円高に触れたっていうこともあって、まあ、今回そこまでね急激に動かなくてもいいんで、徐々にねやっぱりね120円台に向けて動いていってもらいたいなと。まあどうなんでしょう、こう100円台とか110円台っていうのはねちょっとねなさそうな気がするんで、でも120円台ぐらいまではね頑張っていってほしいなというところで、その辺になったらね僕も海外通販再開してみようかなというふうに思っています。でまあそんな感じでねここ数日ねアマゾンのねブラックフライデーなんかも終わったタイミングでまたねちょっと欲しいものっていうのがポツポツと出てきておりまして、その辺をね雑談がてら簡単に紹介していこうと思うんですけれども、まずねもうすでにね購入して到着待ちをしているものなんですけれども、ゴリラポッドで有名なジョビーね、ジョビーからです面白いアクセサリーっていうのが出ていて、それがねハンディポッドクリップってやつなんですけれども、これまあこうアクションカメラだとかスマートフォン用のねポケット三脚、三脚のうちの一脚の部分っていうのがカラビナになっているってやつなんですよ。これ結構まあアイデア商品と言いましょうか、まあ、ジョビーっていうとねゴリラポートなんかもそうでしたけれども、まあ、この辺結構キラリと光るアイデア商品っていうのはねこれもね結構面白いんですよね。まあ、こんな感じで普通のミニ三脚としても使えるんですけれども、ただ、まあ、こういったこうカラビナとしても
使うことができるっていうことで、一応これスマートフォンなんかにも使えるモデルなんですけれども、まあ、特にこう GoPro なんかはね、ネジ穴っていうのがね、ビルトインされたっていうこともあって、この辺個人的にはちょっとアクションカメラに使ってみたいなというところで、これはね、実際もう昨日購入して、到着を待っているというふうな感じなんでね、また動画の中でもね、紹介できればいいかなと思うんです。もう一つね、ちょっと気になる商品と言いましょうか、これは結構ね、痛恨なんですけれども、これ、ファルカムからバックパック用のね、ベースキットっていうのが新発売されたそうなんですね。これ、まあ、ファルカムとね、ウランジの関係性っていうのは、いまいちよくわかんないんですけれども、多分まあ、共同開発しているような関係だと思っていて、まあ、これ、F38 のね、プレートっていうのが使用できるモデルなんですけれども、僕ね、この間のね、アマゾンのね、ブラックフライデーで、このウランジのね、F38 に対応している、こういったこう、いわゆるこうキャプチャークリップ的なものっていうのを購入したばかりだったってこともあってね、まあ、それと同じようなガジェットで、ただ明らかにこっちの方がね、すっきりしていてね、使いやすそうなんですよね。ネジとかっていうのはあんまりなくて、こうボタンでね、制御できるような、そういったね、形になっていて、で、僕が買ったね、ウランジの方っていうのはね、結構ね、ネジとかっていうのもごちゃごちゃしていて、突起のところとかっていうのが体に当たってね、痛かったりして、取り付け場所っていうのをね、考えなきゃいけないかなっていうふうな感じだったんですけれども、まあ、これだとね、かなりこう、スッキリとしていますし、で、F38 のクイックリリースに対応しているっていうことで、で、この取り付けるストラップの厚みっていうのもね、3段階でこう、対応できるみたいで、分厚いものから薄いものまでね、取り付けられそうですし、で、まあ、この辺のね、ボタン操作っていうのもやりやすそうなんですよね。ただまあ値段がね、税込み1万890円ということで、まあ、結構お高いアクセサリーではあるんですけれども、結構まあ使い勝手がいいかなというところでね、まあ、この辺はまあもうちょっとね、早く知っておけばね、古いバージョンを買わずにね、まあ、こっちの方行ってたかなというふうな感じがするんですけれども、まあ、この辺もね、実際ね、今後ね、レビューとかっていうのはいろいろ出てくると思うんで、実際の使用感っていうのを見てみてね、ちょっとこう検討してみようかなというふうに思っています。ということで、今日もね、こんな感じとあまりこう時間がなくて、取り留めのない雑談になってしまいましたけれども、まあレビューしたいものとかっていうのはね、いろいろこう届いてきているんで、その辺もまたね、時間を見つけてね、動画にしていこうと思いますので、もし聞いていただけましたら、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、おもかべでした。